人はなんかみんなこの上にいると思います。もうなんか京都の人とかすごい人だと思います。本当のことは分かんないですけど、そういう風に見えます。ああ、うん、そうかそうか。もうすぐ始まります。シノの自分を高めるブックセラピー。時刻は午後2時を回りました。シノの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するシノです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して私自身も含め、聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。はい、今週も始まりました。本日は、ウェイン・W・ダイヤーさんのダイヤー博士のスピリチュアルライフという本の中からメッセージを紹介したいと思います。その前にですね、彼は心理学者、心理学者のマズローの自己実現の心理学をさらに発展させた個人の生き方重視の意識革命を提唱、新個人主義の旗手として世界的に評価されている、方ですね。はい、もう亡くなられたんですけれども、以前は彼はこのスピリチュアルライフを、出す前はコテコテの叱咤激励のね、よく見る自己啓発の本を、書かれて、自己啓発を書く作家として日本では多く知られています。で、その前にまず説明しないといけないのは、これですね。あ、すいません。そうですね、はい、改めて、紹介したいと思います。心理学者アブラハム・マズローが説いた人間の欲求6段階説っていうのがあります。本来は5段階説なんですけれども、マズローが晩年に説いた、最後の6段階の説が、あります。私たちは常に今自分の夢を実現したいという方はとても多くいらっしゃるんですけれども、その方たちは現在第5段階目の自己実現欲求を目指して生きているわけなんですね。で、この自己実現までは利己的欲求、自分だけ、もっともっと頑張っていきたいという欲求なんです。で、これをこの欲求が自己実現欲求が満たされてくると、次第に自分を超えて利他的欲求が芽生えてくるんですね。で、次第に社会や世界をより良くしたいと、考える、そういう欲求が生じるのが自己超越欲求。これがマズローが、晩年に、発表した最後の第6段階の説というものが自己超越欲求です。で、第6段階目にいる方たちがスピリチュアル、または精神世界で活動されている方たちを指すというところですね。はい。第5段までは基本的欲求、定時の欲求で、
自己実現から自己超越欲求までは成長欲求、高次の欲求と言われています。でこれをまず踏まえた上で、今日のメッセージを聞くとより分かりやすいのかなって思います。はい、それでは、紹介したいと思います。私の友人は目に見える世界を電球に、スピリチュアルな世界を電気に例えているが、人は電球を見てもそれを光らせている電気については思いを巡らせないものである。また私がスピリチュアルというとき、宗教的と同じ意味で使っているわけではないことを強調しておきたい。宗教とは長期にわたって人々が支持する信念やルール、歴史的な聖典である。一般に人は生まれ落ちた環境によって信仰する宗教が決まり、問答無用でこの信仰の習慣に従うようにしつけられることが多い。これらは外から強いられた習慣や期待であり、スピリチュアルという語の私の定義にはマッチしない。私としては聖女テレサやマハリシの定義の方が好きだ。スピリチュアルライフとは、無限の力を認識、体感、一体化した結果として得られるものなのだ。個人的にはスピリチュアルな視点で生きるとは、より高尚な生活を送るための一つの方法だと私は理解している。そのために私は簡単で基本的な習慣を守っている。その習慣を私から見て重要性の高い順に紹介しよう。7つの特別プログラムとして、あなたも日々の生活で実践してほしい。1、委ねる。自分は無力だと認めるところからパワーが生まれる。これを最初に挙げたのは、重要性が最も高い上にしばしば一番困難だからだ。人生とは自らの手で切り開くものだと信じて育った人ほど、一日を災いなく過ごすことにも他の大勢の人の助けが必要だということを認めたがらない。委ねるためには自分は無力だと認めることだ。実際無力なのだから。委ねるとき私はこんなふうに考える。私はこの事態を収拾する方法を知らないが、毎晩眠るときに肉体を委ねるのと同じ力にこの問題を委ねているのだ。私はこの力のおかげで食べたものを消化したり、血液を循環させたりできると信じている。つまり自分の無力さに謙虚になり、委ねることで無限の力と回路がつながるのである。2、愛する。心のコンセントプラグはここにつなぐ。スピリチュアルな力によって問題を解決するとは、不和や反目の心を捨て、愛の心で生きることを意味する。例えば、仕事での交渉が行き詰まったとき、人間関係に圧力が生じたときなどは、関係者全員にとって最善の形で問題が解決するようにと静かに唱えるといいだろう。私は怒りや憎しみ、反目といった感情を、相手を愛しなさいというメッセージなのだと思うことにしている。こんな心の習慣を心がけるだけで、あなたがネガティブな感情に振り回されることはなくなる。また、こんな風に考えるとわかりやすいかもしれない。腰から長いコードを一本ぶら下げて、二つのコンセントの一方にそのコードのプラグを差し込むとしよう。物質世界のコンセントにプラグを差し込むと、誰かと反目していると思い込み、その結果心が乱れる。イライラしたり傷ついたり、動揺したり苦悩したり、問題を解決、修正できないと言って絶望したりするのだ。
これでは神秘的な無限の力は到底得られない。一方、物質世界のコンセントからコードを抜いてスピリチュアルな世界のコンセントに入れ直せば、不安から解放されてすぐに心の安らぎを得られる。このコンセントの例えからも、愛は不安や不満に変わるものだということがわかるだろう。スピリチュアルとは愛と同義語であることを容易に思い出すことができる。スウェーデンの神秘主義思想家エマニュエル・スウェーデン・ボリはこのことを、神の本質自体が愛だとうまく言い表している。この愛が宇宙にあるすべての細胞を一つに結びつけているのだ。愛とは戦うことではなく協力することであり、疑うことではなく信じることだ。愛はというより、愛だけがより高い次元のエネルギーでネガティブな感情をすべて溶かし去る。愛という光が存在するだけで、マイナスの感情という闇がなくなるのである。3. 無限、宇宙エネルギーを自覚する。人生について多くを語らせるには、無限なるものとの関係を問えばよいとカール・ユングは述べている。例えば、私は生命は不滅だと心の底から信じている。生命は形を変えることはあっても壊されることはない。そして私たちの魂は無限の力とは切り離すことができないと私は信じている。こんなふうに自分は無限だと意識すれば、すべてのことを正しく捉えられる。命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たないという言葉が聖書にある。私たちが自分自身と思っているものはすべてこの肉体にあり、本当に価値があるのは現在、過去、そして未来にわたって存在する魂や精神なのだ。物質世界のコンセントからスピリチュアルな世界のコンセントにプラグを入れ直した途端、私は恐怖や偏見といったネガティブな感情から解き放たれる。そしてスピリチュアルな世界のコンセントという新しいエネルギー源から得られるのは無限の愛だ。無限の愛はこれまでもいつもそばにあったが、今ではこの無限の力を認識し、自分のすべての回路にこのエネルギーが流れているのがわかる。4. 虚心。心を空にすると低次元のエネルギーから抜け出せる。スピリチュアルな力によって問題を解決するとき、私は心を静めて思考をストップする。心を空っぽにして耳を澄まし、自分が解決へと導かれていると心から信じる。一種の瞑想である。すると何々しなければという小さな考えを手放せるようになり、自分の運命に喜んで身を委ねられるようになる。何々しなければといった考えは、自分の内にある無限の力を表現しようとするのを邪魔するもので、これにとらわれていては小さな自分にとどまることになる。また心を空っぽにするとは、過去の出来事への非難や怒りを捨てることだから許すことができる。心が空っぽなら、誰がいつ何をしたとか、誰それは間違っているといったことに固執することはない。自分勝手な考えを捨てて虚心になるとき、私たちは許しを与える心境になり、憎しみや羞恥心、復讐心といった定時のエネルギーから抜け出せるのである。 5. 寛容と感謝。人生にプラスのサイクルを起こす秘訣。私たちは何も持たずにこの世に生まれ、何も持たずにこの世を去ることを折に触れて思い出す必要がある。だからこそこの世に生まれてきたこと、他人への感謝の気持ちを忘れてはならない。
具体的にこのように考えてみよう。私は世界に差し出したものを世界から返してもらう、因果法王というわけだ。ちょうだい、ちょうだい、ちょうだいというメッセージを世界に送っていると、自分もちょうだい、ちょうだい、ちょうだいというメッセージを世界から受け取る。その結果、心が休まる時がなく、自分に向けられたすべての要求を満たそうとすることになる。私は何を与えられるんだろう、どんな役に立てるだろうというメッセージを世界に送っていると、私は何を与えられるだろう、どんな役に立てるだろうというメッセージを自分も世界から受け取る。こうした高次元のエネルギーを発散させていると、不思議なことに、行く先々で素晴らしいことが起こるのである。私にどんなメリットがあるのかではなく、どうすればあなたの役に立てるだろうかという考えで人と接していれば、どうすればあなたの役に立てるだろうかという反応が返ってくる。寛容な心を持ち、感謝の気持ちを抱けば、より高いレベルの自分が目覚め始めるだろう。6、絆。本当の味方に気づけば最良の助けが得られる。詩人でイスラム教神秘主義派のジャラール・アッディン・ルーミーは、かつて私、あなた、彼、彼女、彼らといった語は神秘主義の庭では区別することができないと説明している。意識のレベルで考えれば、すべての人とのつながりがわかるだろう。自分が抱えている悩みや問題を他の皆も抱えていることに気づく。私たちは皆深いところでつながっているのだ。小さなエゴを捨てて、すべての人や無限の力との一体感を育み、争いを手放そう。どんな人に対しても敵、つまり実現への障害物と考えてはならない。自分はみんなの一部だと意識すれば、他人への怒りや不満を解消できるのだ。あなたと深い絆で結ばれ、あなたの仕事を助け、あなたを励まし、手を差し伸べてくれる人々が身近にいることを認めよう。そうすれば、誰もがライバルではなく仲間になる。私はそう意識するようにしている。私たちは一人ではない。無限の力や無限の力によって創造されたすべてのものと結びついている。ネガティブな言葉を使ったり、ネガティブな自己イメージを捨て、自分の周りの人たちを愛に満ちた人々と考えてみよう。そうすれば、必ず不思議なくらいのタイミングで、あなたを助けてくれる人が現れる。そして、奇跡というのは、こうした瞬間に起こるのだ。7、快活。悟りのレベルを測る確かな目安。意識が高いレベルに到達している人は、見た目にも他の人とはどこか違う。いつも至福を味わっているように見えるのだ。私の人生を考えると、快活さとは、悟りのレベルをはるか、悟りのレベルを測る確かな目安であることがわかる。スピリチュアルな世界と深く結びついていればいるほど、心は穏やかになり、そして気分は快活になるのだ。私はいつもどんな気分だろうか、と自分に問いかけてみよう。不安を感じたり、苦悩していたり、傷ついていたり、気がめいっていたり、苛立ちを感じていたりするなら、あなたはスピリチュアルな世界と結びついていない。現在の生活環境が原因で、あなたのエネルギーが汚染されているのかもしれない。スピリチュアルな視点を忘れていないとき、あなたは腹を立てることを望んでいないし、他人を欺いたりレッテルを貼ったりすることもない。あなたは神の恩寵に浴した状態にあり、無限の力と結びつき、自分以外の 何者からも影響を受けていない。私はよく、最近私は内心どんな気分なのだろうと自問する。答えがあまり良くないとか動揺しているだったら、スピリチュアルな世界のコンセントに自分の
プラグをつなぐため静かな場所に行く。するとすぐに快活な気分に戻る。私の人生に大きな影響を与えた詩は皆、人生を軽やかに笑って受け止められるという驚くべき資質を持っていた。この方法で自分の意識レベルをテストしよう。陽気な気分でないなら、心がスピリチュアルな世界を求めているということを思い出してほしい。私はエーリヒ・フロムの洞察に満ちた次の言葉が非常に気に入っている。人は退屈したり不満を抱いたり、天国から追放された気分になったりできる唯一の動物だ。あなただけが自分自身を天国の庭から追放できる。以上、私のスピリチュアルという言葉の定義を紹介したというね、メッセージ、ここまでになります。すごいですよね。スピリチュアルっていう言葉、私も以前まで少し違和感感じていたんですけれども、実行実現の欲求の次のステップってね、最終、ステップが、自己超越欲求、スピリチュアルの世界に足を踏み入れるっていうことなんですね。すごく興味深い本に出会いました。この本はですね、お友達に、先日紹介されて、早速読んでみたらなんかね、すんなり入ってきて、でそして心理学者にも私自身が興味あったので、いろいろ調べてみたら、ああなるほど、そういうことかっていうのが分かりました。で、私は今どこの段階にいるかというと、自己実現欲求が、ね、時々芽を出したり、自己超越欲求、もう社会や世界を良くしたいなっていう欲求になったりするので、ここを行ったり来たりしている、段階かなって感じています。はい、今週は以上です。興味のある方ぜひ、読んでみてください。今週は、癒しの曲を、お届けしたいと思います。ヘイリー・ウェンステンらで、いつも何度でも。あ、なるほど、興味津々。マズロー自己実現、今日たまたまそればかりを考えていましたよ。え、そうなんですね。はい、しのさん、こんにちは。東京は今にも雨が降りそうなどんよりした曇り空、空でしわ、なんだろう。そして、今から打ち合わせでラジオが聞けず、僕の心も曇り空です。改めてアーカイブで、視聴させてもらいますね。ではでは、お仕事頑張ってください。はい、同じ自己実現欲求と自己超越欲求に行ってる私もそうですね。やっとなんか私も、マズローさんのこの段階を初めて知ったんですけど、やっとなんか腑に落ちた気がします。ぜひ読んでみてください。で、彼はの以前の本は私も、このタイトルに最初は惹かれたんですけど、自分のための人生っていう、よく目にする自己啓発の中にあるような本が、本じゃなくてメッセージがよく書かれていました。なんかね、エネルギーを一言で言うとエネルギーが違うなっていう感じ。こっちはなんか叱咤激励されて、ちょっと厳しいエネルギーが感じられます。で、この本を読むと、なんか著者の優しいエネルギー、なんか温かくみんなを包むようなエネルギーを文字からも感じられました。それぐらいなんかね、差がある本でしたね。で、本の評価を見ると、彼の、自己実現の欲求から自己超越欲求に移行した成長段階が見られるっていう。全部かけたら結構カツカツになりますけど、切ります。そうですね、そうですね、ありがとうございます。あと因果法って言ったんですけど、さっき合ってます？合ってます。違う、これ普通因果応報って言うから、間違えちゃった、ごめんなさい、因果応報、すいませんすいません、因果応報でしたし、失礼しました。本のタイトルもう一回言いますね。残り1分半です。
10秒前です。5秒前です。はい、そろそろエンディングが近づいてまいりました。残り1分ちょっとですので、最後にもう一度、本のタイトルを紹介したいと思います。運命を操る力を手にする7つの特別プログラム、ダイヤー博士のスピリチュアルライフですね。ウェイン・W・ダイヤーさんの、著書となっております。よかったらぜひお手に取って読んでみてください。もし自己実現ですね、自己啓発の本を読みたいのであれば、彼の、その他の本を検索して読むといいかと思います。はい、今週はここまでです。皆さん今日もありがとうございました。また来週もお楽しみください。お相手は私しのでした。今週も良い1週間を。来週あたり、なんか画像が変わっちゃった。まだユーストはついてますよ。ごめんなさい、ありがとうございます。急に画面が変わっちゃった、すいません。あゆみさん、こちらこそありがとうございます。はい、来週何かリクエスト曲あればぜひ教えてくださいね。では失礼します。